よし、行きましょう。なるほど。じゃあ、あんまり殺さない方がいいのか。でも、何もやってないんですけど、意味が分かんない。なんで暗殺者だ、応援を。注意しろ。うわ、覚悟しろ。始末しろ。沈めてやる。これはやばい。バレちゃいけなかったってことか。あ、そういうこと。人を普通になりすませないってことか。困りましたな。ってことは敵が、こっからはいけないのか。ってことは裏口。ダンウォール市民に通告します。上級監督官のサディアスキャンベルの死に関する情報を知っている。あいつは、おい、お前を探していたんだ。スラック上が話があるそうだ。はい、わかりました。なんだ、はい、心臓。ああ、そいつだ。おい、スラック上か。結構離れてるな。スラック・ジョーって誰なんですかね。心臓持ってたらおかしいと思われるんで、とりあえずやめときましょう。こいつらはもう長くはないんだろうな。蒸留機から勝手にガブ飲みした。あれ、汚染されたエリクサーは体に悪いんだろうな。皮肉、スラック城はエリクサーの密造を阻止するために毒が入れられたと思っている。その毒俺が入れたんだよ。間違えてたかな。そうそう、チャプター2で僕が毒を入れたんですよ。変なおばあさんに頼まれて、なんかサイドミッションかなんかであって。急げ、やつを死ぬ。ああ、はい。ここか。あれ？おお、なんかいる敵が。やべ。どういうこと？あ、なんか現れてきてんのか。いやいや、ちょっとスラッガー・ジョーにやっぱ話しに行きましょう。すいませんね、何回も行ったり来たりして。じゃあ、あの中かな。このマークが出ないのが意味が分かんないですよね。あれか。上流所でも、はい、行きますよ。待て待て、そんなにいらないだろう。こっちか。オッケー、スラッグ城どこだ。いだ、見た目通りなら悪党のようだな。悪党に似合う仕事があるぞ。誰かが醸造庫に疫病感染させた。部下の半分はウィーバーだ。そのうち3人は蒸留所から出られねえ。残りは外をうろついてる。だから今は手が足りねえつってんだろう。お前にとっても悪くねえ話だと思うが。フレディ・マーキュリーみたいなヒゲしてますね。
ちょっと違うか。聞いたところこの辺りで殺すだけの価値があるやつはゴールデンキャットにいるペンドルトン以外にはいない。そうだろう。スラック嬢は何でも知ってる。あいつら双子だ。金持ちで卑怯で変わり者。一族の他の連中よりも立ちがありしばらく目立たなかったが理由はわからん。だが今夜のゴールデンキャットは警備が厳しい。特別な客でもいるんだろうが、そこに入っていってそんな格好でペンドルトンたちを殺すってのか。あいつらを始末するならもっとマシな方法がある。まず指示に従え。いいな。なるほど。なんかアイデアをくれるのかな。部下を殺し縄張りを奪い盗みを働いてるやつがいる。おそらくガルバニとかいう男だ。腕利きの部下を送り込んで調べたが行方がわからん。やつがどうなったか誰かに調べさせたい。ガルバニの家に行け。近くにあるクラバリング大通りの外れだ。仕事が済んだら簡単にゴールデンキャットに入る方法を教えてやる。オッケー、わかった。いいよ、手伝います。え？大丈夫か？おお、あ、こいつらゾンビか。地獄に落ちろ。急げ、やつを始末するぞ。はいはい。おお。この六足。そういうことか。やばい。出た方がいいな、とりあえず。ああ、全然分かんなかった。ゾンビになってんのか。これは思ったより時間がかかりそうな気がするな。急げ。覚悟しろ。ちょっと待って、ミッションこれじゃない。これだ。マークが出ないんだけど、なんで？ちょっと待ってください。これじゃないです。あ、非表示か。違います。これだ。あー、出た出た。あっちか。ガルバニのオフィス。そういうことね。上から行った方がいいからこっちか。確か登れたんですよね。おっ、ダンウォール市民に通告します。ホルガー広場付近で起きた犯罪行為に伴いこの区域を閉鎖します。監視塔と補助衛兵が配置についています。怪しい人物は悪意を持った敵とみなします。あ、ドクターか。敵いるな。あ、間違えた。あ、やべえ、間違えた。ちょっと待って、なんでなんでこっち来ちゃった。指示に従わないと厳しく罰せられます。よしよしよし。これでそこから入るのはちょっときついですよね、さすがに。この上に行きたいんだけど、行けんのか。ああ、ダメか、さすがに。
真ん中から入っちゃうけどいいの？正面か、正面から入っちゃうけど。心臓でき、あ、よかった、大丈夫みたいですね。これでとりあえず、まあ、バレないように行くしかないですね。言うつもりはない。頼むよ、コイン1枚2枚か、もっとか。どういう意味だ、給料がコインなのか。それなら瓶でもらうくらいだ。給料が酒なのか。ここ行きましょう。どれだけもらってるんだ。言っただろう、教えない。おお、え、あー、うざいな。上か。じゃあダークビジョン。スラック城、お尋ね者だったんですね。2階に行かなきゃ。あれ、まったく。よし、上行きましょう。いなそうですね。あ、上にいんのか。あ、上か。もう一個上。いいんですかね、行って。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだこれ。二人いんのか。あ、よしよしよし。あ、二人いますね。どうしようかな。あ、よしよし。とりあえずここに隠しておきましょうね。しないんで、これか。オーディオグラフ、あ、やばい。クラッカー。行きましょう。お、ルーンじゃないですか。なんかあれじゃないかな、アップデートできないかな。ポゼッション、動物の、あー、これいいですね。あ、でも3ルーンか。次これやりたいですね。ポゼッション、こいつ後ろから倒してみたい。
消え、おお消えましたよ。かっけえ。なんかないかな、他に。いないと。確かね、ここどっか出口があったと思うんですよね。あー、番号わかんないな。入ってそうだな。出口なかったっけ。あ、出れないか。なんかね、こっからドアなかったっけかな。あそこにいた。あんまり殺すとなんか良くないって言ってましたよね。だから殺さない方がいいか。まあそこにいるんだったら。ダメだ。出口はどこだ？あれか。おお、やばいやばい。出ます。危ね。後ろから来てた。危ね危ね。